苫小牧から。初山別で一泊して、稚内港から押戸まり港まで移動し、キャンプ場から利尻山を目指します。旅の途中でも参拝は欠かせません。手塩にある厳島神社です。一礼して進みます。御朱印もらえませんでした。稚内でウニ丼食らいます。さあいよいよ乗り込みますよ。行きますよ。おー、バックだよ、バックバックオーライ、バックオーライですよ。これ大丈夫ですか？面白いですよ。面白いですよ、バックは。大丈夫ですか、これ、バック。船内に乗り込みますよ。行きますよ。2回収益。この辺りは2棟自由席。ここは2棟指定席。看板デッキです。
ここは一等指定席。さあ利尻の押し止まり港に着きました。キャンプ場に向かいます。キャンプ場に行く途中、ちょっとしたお山見つけたので登ってみます。あ、見えない。練習行きますよ。練習ペシ岬展望台。朝4時30分スタート。まだ周りは真っ暗です。5合目付近まで来ました。7号目到着。景観が素晴らしいです。9号目ここから正念場。シャドウがきつくてつらいです。もう一息だ。Thank you.
山頂に到着。360度のパノラマをご覧ください。昼食食べて下山します。朝は暗くて見えなかった登山口。愛車に乗り島内観光に向かいます。足が痛いです。おたとまり沼、風がない日に湖面に映る利尻富士が見れますが、バッチリ。今日の登山経路です。登り4時間30分。下りに4時間。途中撮影した花、何の花か分からず撮影してます。あとはひたすら変えるだけ。またいつか。